ずスーパーフォーミュラでは昨年から SF ネクスト4というプロジェクトが発足になりまして、まあ、これは SDGs ですとかカーボンニュートラルといった自動車業界を取り巻く環境が今変化している中で、まあメーカーの垣根を越えてこのレース業界というものをサステナブルなものを目指していこうというプロジェクトになっています。まあ、横浜ゴムとしましてもこの考え方に賛同をして、まあ、タイヤとしてはその再生可能原料の使用比率を上げたものを開発していくことでこのプロジェクトに貢献できるというふうに考えています。まあ、正直最初のテストからすごくパフォーマンスが良くて、むしろタイヤによってはレギュラー品よりもいいパフォーマンスを見せたりとか、正直その再生可能なね、リサイクルの材料を使ってるタイヤとは正直思えないぐらいそういうパフォーマンスが良くて、まあ、最初びっくりしました。横浜タイヤさんも一生懸命いろいろやった中で、まあ、もうすぐにレース使っても僕としては、はい、問題ないと思ってます。ショートランで、見させていただいて、今日その中からいいものを、ロングランも見させてもらったんですけど、新しい空力パッケージがダウンフォースが少し減らされてる状態なんですけど、その状態でどんな振る舞い方をするかみたいなところを普段使っている基準タイヤと比べてどうかっていうところを見てるんですけど、まあ、コンパウンドでもかなりいいものが見つかりましたし、それからタイヤの構造に関しても実際に投入できそうなものも、ロングランでもできましたし、今日得られたデータをもとに、そのレースのコンセプトとして、まあ、どういうタイヤを使うかっていうのを、まあ、JRP さんとかと、まあ、決めていくことになると思います。まあ、今回1年間テストしてきた中で来年の採用は見送ったものでも十分これから、採用できる見込みのあるアイテムというのがたくさんありますので、まあ、今後もそういったものを積極的に採用していって、再生可能原料比率というものをどんどん向上させて、より環境に良いタイヤというのをこれからも、作っていきたいと考えています。横浜